こんにちは、ことぶきはじめです。ついに届きました、デススティンガー。ちょっとまだグランゾンもコンパチブルカイザーも完成してないんですけど、届いちゃいました。ちょっと僕もまだ中見てないんで、ちょっと一緒に中見てみましょう。よいしょ、オープン。おお、あー、結構ありますね。ちょっとメタルが入った成型色ですね。ピンクっぽい感じので、これがガンメタルで、シルバーですね。あー、でもやっぱ結構ありますね、そういうとこは。これパイロットですね。パイロットのフィギュアもついてます。で、これ結構でかいパーツも、なんか思ってたよりも意外とパーツが小ぶりですね。完成品そんなにでかくないんですかね。こんな感じになってます。そうなんですよね、今回のやつはこうやって頭部がアーマーが開くんですよね。機体解説があって、でパーツリストですね。あれですね、やっぱ今までのゾイドとあんまり、シリーズが同じなんで、説明書も似たような感じの説明書になってますね。ことぶき屋さんのサイトで完成品の裏側の写真があったんで、ちょっと見たんですけど、やっぱりこう、これもそうなんですけど、結構ね、虫みたいで結構気持ち悪いんですよね。海サソリですね。海サソリで実在した生物みたいなんですけど、結構実物もでかいみたいなんですよね。2メートルとかあるみたいで。頭部のここがコックピットになってるんですね。おお。あ、そんなにめちゃくちゃ高いランナーは、高くて800円ですね。いやー、ちょっとまだ今組んでるコンパチブルカイザーとグランゾンが、あと胴体とバックパックですかね。もうちょっとかかりそうなんで、ちょっと年内はこれ無理かと思うんですけど、今組んでるのが終わったらやろうかなと思ってます。側面はこんな感じですよ。450mm って書いてます。450mm だから尻尾広げると結構でかいんですね。そしたら、はい、じゃあグランゾンとコンパチブルカイザー組み上げましたら、デススティンガーも早速やりますんで、よかったら楽しみにしててください。はい。で、
ススティンガーが届いたぞっていう動画でした。ありがとうございます。それではまた。